はい、ということで、今回ですね、小豆島の、シャボン玉を飛ばそうみたいなね、ゴミ町ゼロマルシェというか、ゴミゼロマルシェですねにお伺いしてるんですけども、結構ねどこでもドアとか出てて結構いい感じなんですけど、ちょっと遠目に映しますね。遠目にパッと映すとこんな感じで映ってるんですよね。はい、でそこでですね、カメロンさんっていうあのキッチンカーさん、このマルシェやった前日にオープンしたばかりらしくて、それでちょっと気になって買ってみました。はい、ということで今回はですね、ガーリックシュリンプとポテトです。はい、多分育ちが入ってるのかな。はい、でかけて食べてねーということですね。食べていきたいと思います。はい、いただきます。まずポテトから。結構細めのことですね。塩が効いてて美味しいです。イメージしてもらうと、まあハンバーガー屋さんとかで行くとマクドのポテトに近いですね。モスとかではないです。まあ細さも見ていただいて分かるんですけど、食べ進みやすいポテトですね。でこちら、はい、うまっ。ガーリックがね、ちょっとまあ距離空いてるんですけど、それでも香りがすごくね漂ってぐらいに、くるぐらいにはガーリックが入ってて、香ばしいですね。で本当にエビの身との相性が抜群にいいですこれ。でちょっとね甘辛っ、ちょっと 甘みがちょっと中にあるんですけど、それがちょっとそのアクセントになって美味しいですね。で育ちでねこうさっぱりと食べれるんですごくいいですこれ。これはどこのお祭りで出しても売れるだろうなって思います。美味しいですね。ぜひ見かけたら買ってください。多分小豆島で結構出されてることが多いらしいので、小豆島にあのぜひお出かけいただいて、マルシェとかで探してカメレオンさんを探してください。以上です。ご視聴ありがとうございました。